ポポルさんがロボット山に鍵がありそうだと言ってたな。あの兄弟に聞けば何か情報を得られるかもしれぬな。どこ行った？逃がすな！ここで仕留めておくんだ！あっちが怪しいぞ！
私のマスターも死んだ。何百年も前に私残して。正確には874年10ヶ月14日4時間43分前だ。寂しい。そのような行動は命令されていない。クレオ、死ぬ。殺す。殺される。クレオ、殺される。ダメ。クレオ、P33、守る。P33、守る、仕事。クレオ、守る、仕事。ここならいっぱい機械がありそうだね。これだけあっても使える機械はほんの一部さ。見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫。まずい。え、あ、事故が起こる。侵入者1名、事故で死亡。ロボット山か。あの兄弟に話を聞いてみよう。何か知っておるかもしれぬしな。やあ、いらっしゃい。弟の方か。久しぶりだな。兄さんは元気か。実は4年前に事故で。そうであったか。悪いことを聞いたな。いいんです。ちょっと聞きたいことがある。何ですか？
この辺りで魔物の話を聞いたことはないか。しかも普通のやつじゃなく、巨大だったり強力な魔物なんだけど。そういうのが出たとは聞いていませんね。僕はロボットを倒すことだけが生きがいですから。そうか、ならいい。それじゃあな。あ、ちょっと待ってください。なんだ。実は強力な武器を手に入れたんです。あなたなら扱えると思うんですけど。シロ、これはもう持ってる武器のようだな。良いではないか。2回目だからいろいろあるのだ。しかし見たところ壊れておるようだが。ええ、刃の部分が随分傷んでいるので、そのままでは威力を発揮できないんです。直せるのか。はい、素材さえあれば。なら素材を取ってくるよ。よかった。捨ててしまうにはもったいなくて、必要な素材は形状記憶合金です。地下2階にいる大型の敵からしか取れないので気をつけてくださいね。あと、こちらが地下2階に行くためのパスコードです。エレベーターで使用してください。わかった。必要な素材は地下2階にいる大型の。わかった。ところで本日はどんなご用ですか。兄は死んでしまったか。まだ若かったであろうに。商売のため危険な場所にまで分け入ったようだ。自分の楽しみを後回しにして、兄はそれで幸せだったのか。弟が笑ってくれたり喜んでくれるだけで幸せなんだ。それが兄ちゃんってやつ。Oh,
図を乗せて水上を行く乗り物。クレオのおかげ、私に言葉たくさん、知らない世界を教えてくれた。似た者同士一緒にね。これはいい素材ですね。早速武器の強化を行いますよ。わがままに付き合ってもらったので、今回は無料でいいですよ。これはちょっと時間がかかりそうですね。完成したらお手紙で連絡させてもらいますよ。ありがとう。助かるよ。完成したら。ありがとう。ところで本日はどんなご…ありがとうございます。完成。ありがとう。ところで、本日はどんなご…ありがとうございます。さて、どうする？魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。分かった。
ポポルさん。あ、おかえりなさい。魔王の城の鍵について何か手がかりは見つかりましたか？ごめんなさい、もう少し時間がかかりそうなの。そうですか。ポポルさんが暗号の解読に集中できるよう俺にできる仕事はないですか？そうね、そうだわ。赤いカバンの船頭さんを知ってるわよね。最近彼が仕事を休んでいて、海岸の町まで様子見をお願いできないかしら。わかりました。